先月9日米子市大篠津町にある米子バイオマス発電所で発生した爆発を伴った火災これを受け学識経験者のほか鳥取県と米子市管轄の消防などで組織された調査チームが先月21日現地を調査しました調査チームは火災事故の原因のうち火が出た着火について電気系統の火花 コンベアの潤滑油の摩擦木質ペレットの自然発火の3つの可能性を示し爆発については木質ペレットの自然発火建屋内での粉塵の充満の2つの可能性を示しましたただこれらのどの組み合わせで今回の火災事故となったのかを特定するには至りませんでした 調査チームは現在の安全基準では事業者に過失があったとは言えないとして国に安全基準の強化を要望するよう求めましたこれを受けて鳥取県はあす経済産業省や消防庁などに要望することにしています